吉田秀夫は日本の実業家、電通の経営者で機重則を作るなど広告の鬼と呼ばれていた。1903年、渡辺勝五郎の次男として福岡県小倉市に生まれる。勝五郎は市内の鉄工所で働いていたが、秀夫が小学校に上がる頃に解雇されてしまう。そこで父は家族のことを考え、1910年、 単身台湾に渡ることを決意する。翌年、母親佐藤は幼い子供を連れて、勝五郎に続く。秀夫は小学校2年生、兄は小学4年生、妹は5歳と3歳の時であった。しかし、生活が向上することはなく、1913年、勝五郎和人を残して再び小倉に戻る。秀夫らが小倉に戻った翌年、勝五郎が高圧線に触れて、 自己死してしまう。去年45歳。母里は32歳。秀夫は10歳の時のことである。これにより一家は困窮する。秀夫は小学校5年生ながら新聞配達をして家計を支えた。秀夫は成績優秀であったが家計が進学を許さない状況にあった。そこで彼は2回の養子縁組を受け入れる。中学、高校。 大学へと進学させてもらうことを条件に養子になる選択をした。なお、一回目については、半年で先方に実施が生まれたため、破談になっている。こうして、吉田県の養子に入った秀夫は、県立小倉中学から、鹿児島市の旧制第七高等学校へ進む。その後東京帝国大学経済学部に入学し、大学在学中の1926年4月には、 4歳年下の女性と結婚することになる。1928年、東大卒業後、吉田は社員総数360名の日本電報、通信社の一員となった。本社丸の内の営業部地方内勤課の配属になった。戦前の広告代理店には、料金に規定、基準となるものがなく、広告主、代理業者、 経済史の力関係が全てを決していたと言っても過言ではなかった。花形は営業の外勤となり、彼らは獲得した契約校に応じて会社から部外を支給されていた。その結果、儲ければ何をしても良いと勘違いをする者も多く、手段を選ばぬ広告屋が大手を振っていた。吉田は後年、当時を振り返り、広告取引というものが、 本当のビジネスになっていない。実業じゃないのだ。ゆっすり、語り、張ったり、泣き落としだ。わずかにそれを会社という企業形態でやっているだけで、まともな人間や地道なものにはやれなかった仕事なんだ。と無能のごとく語っている。入社2年目から、吉田は、同期入社の日々の常時、坂本秀夫ら有志を誘って、広告の勉強会を始める。 アメリカやイギリスの関連書籍を見つけ、週2回の輪行を持っている。飲酒のはびこる広告代理業界ですぐに行動を起こすことはなかったが、この研究会を通じて、吉田は理論武装を固め、具体的な問題点を明確にすることができるようになっていった。1936年1月、新聞連合社との合併により、社団法人同盟通信社が創立される。 これにより電通は広告専門の会社になった。1938年2月、吉田は営業局地方内勤課長に昇進する。そのわずか3ヶ月後に工場事業上管理令が交付され、すぐに施行された。これが国家総動員法の最初の発動となる。時代は太平洋戦争へと突入していく。日常生活は戦争のために痩せ細り。 広告活動そのものが価値を持たない時勢となっていった。1940年12月に創業者の三津菜が星社長を辞任し、後を弟の三津新が新に三宅した。1941年2月に吉田は営業局地方部長に昇進する。翌年6月には取締役に選任され、同年12月には常務取締役になった。 1943年から1944年にかけ戦争の最終的勝利を大義名分に広告代理業者の整備と広告料金工程の改革が行われていた。これは全国に186あった広告代理店を12社に統合、再編し、地方ごとに異なっていた新聞広告料金を全国一定の工程価格に当てはめるという計画であった。 あの手この手で広告料金を決めていた質の悪い広告屋にとっては死活問題であったが、吉田はこの二つの計画を率先して推進し、協定を成立にこぎつけた。そして、全国186の広告代理店を12社に統合する際、そのうち東坂名急すべての地域で電通を存続させ、唯一全国ネットワークを持つ会社にした。名古屋。 九州の代理店はすべてこの時電通に吸収され、東京は電通と白報堂など6社、大阪は電通、近畿広告、朝日広告など4社となった。1945年2月20日、電通の創業者、三永保星尾が78歳で死去した。同年、二代目社長のマさんが辞任を表明する。三代目の社長には、 東京商大出身の上田鈴りさんが就任した。上田も、三永長家の親戚筋であったが、パリ講和会議やワシントン軍縮会議に特派員を務め、数多くのスクープをものにしてきた通信、報道の人であった。そして、1945年8月15日、終戦を迎える。電通本シビル2階の大広まで、戦争終結を告げる昭和天皇の玉音放送を、 聞き終えると、吉田は、これからだと叫んだ。戦後の電通は、上田社長の元通信事業を復活させ、新聞発刊を計画していた。1946年8月には、世界日報が創刊されている。戦前の広告代理業と通信業を行う電通、復活を願う幹部も多かった。しかし、世界日報は、その後右予曲折を経て、 産業経済新聞に吸収されることになり、電通は広告代理業専業の道を歩んでいく。1947年、GHQ により公職追放された上田の公認として、吉田は電通の第四代代表取締役社長に就任する。吉田の社長就任の挨拶に、次のような一節がある。まず日本の広告界の進歩向上を考える。 電通ということを思っております。従来と各広告業は文化水準を低く見られてきているのであります。電通がその仕事ぶりによって広告業の文化水準を新聞と同じまでに引き上げたいと念願しております。この後、吉田は電通を世界有数の広告代理店に成長させる一方、広告業全体の社会的地位の向上に全力を尽くしていくことになる。 戦時中中断していた電通恒例の富士登山も吉田の社長就任の翌年に再開した。また、早朝会議が持たれるようになった。吉田は社長就任時に三つの施策を打ち出していた。一つは商業放送の設立。残り二つはクリエイティブ技術の向上とマーケティング理論の確立だった。そして、電通に大きな飛躍をもたらすことになる。 民放改局を実現させる。民放導入の動きは、1945年9月、東国の宮内閣の NHK の他に広告放送料を収入源とする放送会社設立に関する閣議決定に始まった。閣議決定されたものの、この時はまだ GHQ の方針で時期尚早とされ、先送りされた。閣議決定から6年、各地で、 民放ラジオ局開局の動きが始まると、電通は免許申請の手続きから番組編成、CM の作り方、営業のノウハウまで支援を惜しまなかった。こうして1951年に名古屋と大阪でラジオ局が開局し、民放時代の幕が上がった。さらに2年後の1953年、日本テレビの開局により、時代はテレビの時代へと突入していく。 吉田は、電通入社25周年解雇座段階において、現在厳密な計算で言っても、電通のラジオはまだまだ赤字だ。と述べている。初期のテレビは、広告として、ラジオ以上に採算が合わなかったことから、当初テレビには、積極的ではなかった。しかし、タイミングを計りテレビにも参入していく。1955年終戦から10年が経過した。同年7月1日に、 電通は創立50周年を迎え、社名を株式会社日本で遠方通信社から株式会社電通に改めた。この年、日本は高度成長期に突入し、広告は量的にも質的にも大きく変化した。当時、電通の社員が結婚式を挙げると、次のような必ず出てくる上司からの救いようもない祝辞というものがあったようだ。 新郎は当社の優秀な社員であり、朝は星をいただく頃から深夜に至るまで働かねばなりません。神父はこのことを十分に理解していただきたい。電通マンは早朝から深夜まで働くのが当たり前。吉田の気重則の精神しかり、時代が日本人に猛烈に働くことを強いていた暗黒時代とも言える。吉田は1956年に、 アメリカの広告会を視察している。そして、電通に広告主との契約で、クライアントの広告宣伝に関わる全計画の立案と実施のすべてを代行する a e 方式を導入する。さらに、調査部門とクリエイティブ部門を再編し、マーケティングエージェンシーへの変革をさらに加速させていった。こうして、吉田の時代に電通は大きく発展し、 1955年から1964年の間に取扱い額は149億円から877億円へと5.87倍、利益は実に34.1倍にも伸びた。ゴルフが趣味で、新聞社や放送局、電通の幹部社員にゴルフボールを配り、クラブを紹介した。ゴルフの普及、発展に寄与したということでは屈指の人であった。 1960年には、戸塚カ,カントリークラブの初代理事長も務めている。社長在任中に送ったゴルフセットは3000組とも4000組とも言われている。酒を飲まず食べ物に無頓着であった。コーヒー等でヘビースモーカーだった。医者嫌いの反面、新薬が発売されると何でも購入し、容量を無視して服用した。1962年。 ニューヨークへの出張から帰って2ヶ月ほどすると、吉田は、連日胃の痛みを訴えるようになる。それでも病院には行かず、浴びるように市販の錠剤を服用した。箱根カントリークラブでゴルフをプレイしていた吉田は、かつてない激痛に襲われる。かかりつけの医師の勧告により6月25日、東大木本外科に入院し、同月29日に、胃の切開手術が行われた。 胃がんだったが、この事実は長男ヒロシにしか知らされず、吉田には医科医と告げられた。退院後、一時はハンダウンドとはいえゴルフを楽しめるまで回復したが、11月13日に再度入院。悪化する病状を食い止めることはできなかった。1963年1月10日、3度目の入院。1月24日に帰宅し、その3日後、 1>, 1月27日午前0時55分、吉田は永明した。14位、君に等随法書を追贈された。没後の1965年、電通と吉田邸からの出資で、財団法人、吉田秀夫記念事業財団が創設された。事務所は、銀座の電通銀座ビル4階に置かれている。妻幸恵との間に、長男、広志、長女、越子、次女講子、 次男八郎がいる。八郎の妻は加藤正春の孫。1951年制定。仕事は自ら作るべきで与えられるべきでない。仕事とは先手手と働きかけていくことで受け身でやるものではない。大きな仕事と取り組め、小さな仕事は己を小さくする。難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。 取り組んだら話すな、殺されても話すな、目的完遂までは。周囲を引きずり回せ、引きずるのと引きずられるのとでは、長い間に天地の開きができる。計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる。自信を持て、自信がないから君の仕事には、迫力も粘りも、そして厚みすらない。頭は常に、全回転。 八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ、サービスとは、そのようなものだ。摩擦を恐れるな、摩擦は進歩の母、積極の肥料だ、でないと君は卑屈未練になる。社員手帳、伝の手に、長らく記載され続けてきた。昭和28年、大枚上,上で、奇重足が紹介された時、小林十三の関心と共感及び扇筆を求められた。 吉田は恐縮し、ご希望にそうようにしなければなるまい。と筆を取った。現在、吉田秀夫記念事業在団内の旧社長室に、レプリカが学装されて展示されている。吉田没後、昭和38年1月29日付、朝日新聞の天聖人語に、次のように書かれた。この商売には製造する物資もいる品物もない。設備は、事務所だけ。唯一の、資本は、 人間であり、頭脳とアイデアで企業のイメージを売るだけだ。吉田氏は電通機十足を作って広告マンを育てた。仕事は作るべきで与えられるべきではない。難しい仕事と取り組め、取り組んだら話すな。摩擦を恐れるな。摩擦は進歩の母など味わうべきものがある。社長以下幹部ほど出社が早く、退社が遅いのも一風変わっている。自由化時代に、 輸出の先行を買って出て、東南アジアに広告技術の輸出を進め、現地の広告活動にもフロンティアを伸ばしていた。個人の面でも火事で丸焼けの社員には四季にわたって家族全員の衣類を送ったそうだ。第五足が電通事件をはじめとする過労死続発の原因なのではないかと世論の批判を呼んでいる。2016年10月には、 労働局の調査が入る事態に発展した。これを受けて電通は2017年版からは手帳への記載を取りやめることを決めた。近代化の道をたどる日本の産業社会にあって、吉田は枚挙に糸間がないほどの業績と足跡を記した。ありがとうございます。